魔法使いの約束ラジオ、こちら魔法者談話室 in 東の国。賢者の皆さん、ファウスト役の伊藤健人です。賢者様、ヒースクリフ役の甲本圭介です。ということで、魔法者にようこそ。魔法ラジ33回目の配信です。はい、ということで、我々になってから2回目そうですね、ということで、はい、まあ4月ですね、2023年度に入ってまいりまして、ゴールデンウィークがね、毎年の決まり事ですけれども、来ましたね、やってまいります。今年は9連休、最大9連休ということで、おお、ね、どうでしょう、9連休、我こそは9連休だという賢者様はいらっしゃるでしょうかね。ね、いらっしゃるかもしれませんが、我々はね、関係ないです、毎年のごとく関係ないんですけども、よっしゃ、ゴールデンウィークだ、今年は遊ぶぞみたいなことを言ってる声優を僕は見たことはありません。ないですね。え、子供の頃とかどうですか、伊藤さん、なんかしてました？何も覚えてないな。ゴールデンウィーク？なんかこうそのあたりなんかやってたなみたいな。やってないな。出かけたなとか。多分僕の父親とかも全然休日が関係ある仕事じゃなかったから、あんまりそういうの関係なかったのかもしれないですね。僕はどうですか、岡山出身なんですけど、あのね、鳥取県に砂丘があって、はい、砂丘によく行ってた気がします。家族でゴールデンウィークとかそういう連休の時とかに行ってた気がしますね。行ったことないんですよね、砂丘。めちゃくちゃすごいですよ。もう砂漠ですよ、完璧。日本にこんな場所があるんだって感じになります、やっぱり。あのね、道路から、海が見えないですから。道路から砂漠挟んで、もうその、なるほど、浜が見えないですね、海辺が。道路、砂漠、海なんだ。そうそうそう、で丘を登っていくと、砂漠の丘をこうグワッて登っていくと、あ、海見えたみたいな。そんなに近いんだ、そう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 、砂丘って、っていうぐらいの、なんか感じっすね。でも僕は子供の頃よく砂丘行ってたような、はい、行ってみたいな、ね、コラボとかやってくんないですかね。ね、魔法役で、魔法役コラボ。魔法役で砂漠関係ある国とかあったかな。結構あの辺ほらアニメ作品のコラボとかもやってるイメージはあるんで、ちょっと魔法役もぜひ。いいっすね、ぜひ。砂丘となんとなく相性悪くなさそうじゃないですか。なんか魔法使うねイベントもあったりしてね。ということで、はい、なんと今回はゲスト来てくださっております。よいしょ。篠の役の岡本信彦さんと東の国3人でお届けしたいと思います。こんなに集まることないんじゃないですか。なかったですよね。初めてですね。よし、いや、今日は楽しみでございます。楽しみですね。岡本さんはね、話ができるかな、この後すぐの登場ですので、よろしくお願いします。はい、それではそろそろ始めていきましょう。魔法使いの約束ラジオ、こちら魔法者談話室 in 東の国。よろしくお願いします、賢者様。痛いの痛いの飛んでいけ。前の賢者様が教えてくれた言葉です。嫌なことがあって心を痛めているなら、少しでも元気になっていただけたらと思ったんですけど、ちょっと子供っぽかったですかね。改めまして、ファウスト役の伊藤健人です。ヒースクリフ役の甲本圭介です。いやー、かわいい、なんだ今の。やった、よかった。さて本日のジングルですが、はい、賢者ネームスノーフレークの告白さんからいただきました、ありがとうございます。とにかく嫌なことを忘れられるような一言をお願いします。なるほど、というリクエストセリフでした。はい、いいですね。あー、もう何これ、このね、こう前の賢者様というね、パワー、このそうですね、このワードが入りつつも、このワードが入ることによっていろんな賢者様の願望も叶えることができますから、いやいいですね、こういうの。そう、ちょっと子供っぽいけどそれがいい。それがいいよ。この照れることがなんかよくあるんですよ、ヒースって。やっぱり、なんかちゃんとこういいこと言ちゃんと真顔で言うんですけど、あれちょっとかっこつけすぎたかもみたいな、やっぱいいです、いや何でもないですみたいな、それを今出してくれたのもめちゃくちゃいいっす。そう、そんなことほら台本セリフ書いてあるだけだから、感情はこうでとか書いてないわけですよ。あ、まあ確かに確かに。それをね、もうね、甲本さんが何を言わずとも組んで自然に出してくるもん。いやいや、これがねやっぱこのファウス先生と篠との差ですよね。そうですね、この最後の一文とかがやっぱ二人はないんですよね。そうそう、だ かっこよくすごい決まるんですけど、この可愛らしさもね、ヒースの良さというところで
ありがとうございます。いやちょっとなんか肩こりが治った気がします、はい、さあということで、はい、こんな感じで番組ではセリフのリクエストをお待ちしています、はい、引き続きこういうセリフを聞きたいを叶えますのでぜひ送ってください、はいはい、さあそしてゲストの方をお呼びしましょう。篠役の岡本信彦さんです。おい賢者、頭を触るな、縮んだらどうすんだ。でおなじみの篠役岡本信彦です。お願いしま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 す。篠だ、すげえ3人もいる。すごい3人もいるよ。あと1人、あと1人、杉山さん、杉山さん、お願いします。寝ろ。どっかでいるかな。気持ちはともに。いいですね。感慨深いです。もういやびっくりじゃ。でも第33回なんだって思って、もうラジオ自体は、うん、そうですね。そう、あのこの組になってからは2回目ですけど、うん、最初は僕と出られてよかったです。いやいやいや、ありがとうございました。27回8回伊藤さんがやってますからね、この番組。そんなにやってました。このゲストすごいね。25回ぐらいレギュラーでやって、1年ちょっとやってたってかな。うん、その時あの主従みたいな感じでやってましたけど、うん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 、今回も国ごとになったという、うんうん、このような感じになっております、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。まあ、この3人の関係性はどうですかという関係性。確かにこれレギュラーでやってた時って岡本さんゲストとかあったんですか。いや、あ、じゃあ魔法初の絡みで、初のラジオ作品的には、もうドキドキしてる。だからもうそうなんです。ここではどんな話ができるんでしょう。そう、でも河本選手とは、ええ、選手、河本選手とは1月の浅草公会堂で開催したイベントで、そうなんですよね。一緒に絡まさせてもらって、はい、ああ行きたかったよ。そう、えぐいほど力が入っているイベント、うん。スタッフさんの数が尋常じゃない。尋常じゃなくて立ち位置もしっかりしなきゃみたいな。スタッフの人数。人数がもうライブぐらいいて、うん、そんなに？ゲネで、ゲネというかリハーサルのスタッフさんたちのリハーサルをまず見てくださいみたいな。マジか。見ますみたいな。なんかその前にやったイベントとはえらい違いですね。トークイベントだけどセリからグワッてオープニングが上がってくるみたいな。あるから。すごかったわ。めちゃくちゃ力入ってます。でも喜んでもらえたみたいな、よかったなって思いました。賢者の皆さんには。よかったですね。トットは、ええ、いろんな媒体で。そうですね。お会いし、なんか誕生日祝ったりね。あ、そう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 。企画に来てもらったりとかして、だからイメージ的には、うんうん、なんかね、企画ものでよくお会いさせてもらってるイメージが強くて、そうですね、アニメのアフレコっていうよりはやっぱそっち、まあ、コロナもあるから、そうです、ね、同じ作品でもなかなか会えないっていうのがあって、あれでしたけど、でその時に思ってたのが、なんかナイスガイだなみたいな。確かに、うん、確かにナイスガイ。もう読めない、何を考えているか。あ、すごい落ち着いてて、よく言われる、何考えてるかわからないってよく言われるんですけど、だいたい何も考えてない。そうだったの。そういう時だい何も考えてないんで、あ、安心してください。なんだろう、声、大人だなみたいな、声の感じとか、そうそう、喋り方とか、そうそう、顔と声に騙されてはいけない、何も考えてない。そうだったの。何も考えてなかった。そう、カラーンって時があるんですね。そう、だいたいカラーンとして、そうなの。もう頭振ったらカラカラカラって音ならないならない。そんな人間いたら怖いよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回あの1回目で東の国のイメージどんなだろうみたいなちょっと話したことなんですけど、まあ僕が日本人っぽいみたいな話をして、はいはいはい、陰キャって陰キャだったりとか、なんかそんなイメージだなっていう2人で話してそんな話をしていたんですが、はいはい、まあ今日は信彦さんが追加されて東の国の新しいちょっとな視点みたいなのも見えるかもしれない、うん、確かに、たくさん喋っていただきたいと思います、はい、お願いします。ではお願いします。まずはですね、岡本さんが演じる篠について改めて紹介していただこうかなと思います、はい、篠なんですけども、うん、まあ、紹介文自体は、はい、先ほど言った通り身長が低いことが少し気にしているキャラ設定で、うん、これ結構でも自分の中でお芝居する時にも重要な部分で、最初に、まあ身長低いからちょっと可愛げがあるのかなみたいなところで挑んだ際に、いやそんなことはないんですと、中身はめっちゃかっこいいんですと、クールでイケメンキャラなんですっていうところで方向性が定まっていった、そんなキャラクターなので、中身は成長途中だけど一番大人になろうとしているかっこいい男みたいな、で男気あふれてるイメージが確かにあって、しかもこう自分が一番というよりヒースが一番っていうのが念頭にあるがゆえに、そこがさらにこう男らしさを醸し出してるのかなっていう印象が強いキャラクターですね。なんでこう見た目に騙されちゃいけないなと、こう身長ってか身長もそもそも168センチって書いてあるんですけど、はい、
やっぱこれ低いんですか。いや結構ありますけどね。いや他のメンバーで多分まあ10まだ16、7、17か。こっからだよね。そうですよ。こっから何センチか伸びますでしょうし。伸びるよね。でも俺もね、高校生の時に168でそっから伸びてない気がしてて。うん、なるほど。え岡本さん今何センチですか。168です。え同じなんですよ。あら。シノと実は同じでございます。伸びるこっから。そう。でもなんか別になんか岡本さん見ててもちっちゃいイメージとかないですよ、ね。ありがとうございます。一切。全然ない。強く言いたい。そう言ってもらえると。この周りすげえ高い人が多いからやっぱスタイルいい人多いからそうだから河本選手とトットの横に並ぶと、はい、でこのあとねこのラジオ多分写真撮ると思うんですけど立って並ぶと、まあ、座って写真撮るのか分かんないですけど立って写真撮ると、ええ、じゃあ高低差出てきますけど2人とも気遣いありがとうございますここでネタバレししちゃうと変わんないでそれ以外で言うとですね、はい、あと大釜を魔道具に使ってるんですけど、うんうんなんかイメージ剣なイメージが未だにあって、ね、なんでかこのキャラのなんかこのかっこよさとそう王道なキャラクターみたいなイメージがあってまっすぐとってもまっすぐで、素直でこうなんて言ったらいいんだろうな、こう年齢の差を感じさせないというか、うんまあ、尊敬はもちろんしてるけどもみんな対等だろうみたいなでもヒースが一番上だかなみたいなーヒース以外はみんな対等だろうみたいな感じで接してる気がしてましてだからすごいまっすぐなキャラクターのイメージがあるけど大釜っていうのがまた面白くてねなんかちょっとヒール感あるじゃないですかヒール感っていうものに敵キャラによく死神が持ってるだとかねえそうですね、だからそういった意味で言うと、まだまだ深掘りできそうなそんなキャラクターで、うんうん、特技も罠作りっていうのは、ねうん、また意外で陰キャですね、まあ、森を守ってますからねそうですねシャウッドの森を特技罠作りこのワードだけ見ると、うんね、全部こうトリッキーなイメージがあってそれこそ陰キャって言ってましたけど、うん、王道ではないキャラクターがそうですよ、ね、の設定に見える、うん、そんな気がしますね、はあ、いや、まあ、確かにまあその一癖ある一見して第一印象明るい感じはないですもんねなく、うん、うん、なんか東の国結構みんなそうそうあのそうだけどでも第一印象明るいなこの人っていうイメージの人は、うんうん、まあヒースが、うんうん、まあうん、でも元気な感じはそこまでないのでまあこう頑張っているっていう方法ですもんねだからみんな東の国っぽい感じですよね、うん、こうなんかこう一番笑顔はヒースがでも綺麗な笑顔しそうで、うん、みんな片方の口角しか上がってなさそうそんなに素直に笑う場面っていうのは少ない少なさファウスト先生なんて特にそうでない先生は全然笑わなそう笑わないがゆ普段笑わないがゆえに笑った時の破壊力がすごいあギャップ萌えだ、ね、口開けて笑わないですよね絶対こう、うん、口閉じたままそうそうそう鼻系だよねもうね鼻笑こっちも鼻系 今笑ったみたいな確かに笑ってないっつってシノは結構あれですよねあのどうだみたいなあそう、うん、俺どうだとかヒースどうだかっこいいだろうみたいなヒースどうだが一番素直に笑えるかもしれないです、ね、みたいな一番意外だったのがヒースを使おう結構調子をこく時もありましてシノ君、うん、なんかキスなんか投げキスみたいな、うん、ウィンクかなウィンクなんか、はいはい、そういうなんか、はい、こう乙女が好きそうなことを急にやり出す、うん、確かにパレードみたいな時にそうあってどうだみたいなそんなことするんだって思ってヒースお前もやってやるみたいなまるでイメージなくてシノの俺の中のシノよ抜群だそう、そこでねまた一つの点ができてどんどん立体的になっていった気がしますねシノは年そうなところもあるっていうことですよね確かに、うん、不思議ですよねそう、うん、ファウスト的には結構その、まあ、シノは結構年下じゃないですか、うん、年下でも結構評価もしているありがたい描写が周りも多いから、うんうん、やっぱ彼もこの年の中では結構強い方だしよく言われるんですよこの年の中ではって多分シノ的にはめっちゃ気にしてると思います確かにそのワードも言っちゃいけないかもしれないです、ねなんだよそのこの年の中ではっつって中でやってなんだよって、まあ、ちょっと年の子がねつって年の子がもう年の子すぎるから人生10倍20倍の人が何人かいるから何人もいるからそうなのよ400歳でしょ、ね、ハウスとそうです先生そうなんです。でもなんかその年齢の差を感じさせないというかお互いにちゃんとリスペクトがあるところは僕結構好きですけど、ねあうんうん、しっかりそこら辺は年下だけど完全に保護者にはなりきらないようにしているというか、まあ、それが自然にできてるのがファーストのいいところだなと思うんですけど、うんうんうんまあ、ある程度任せるとこは任せてるし、うん、でもやっぱりなんか怪我とか負ってるとあちょっと
そばにいなさすぎたかもしれないみたいな、結構その間で揺れ動いてるような場面は結構ファースト的にはたくさんあるので、収録しててもボロボロになるシノを見ていくと、うん、早く来てくれファースト先生って思うまだ無理やったみたいな感じになる時もありますけど、でも、うん、まあね、あのイベントでも言いましたけど、ヒースがいれば力何百倍にもなるキャラクターでもあるので、うん、命令してくれたらもう、ね、そうですね、もう力でもあるし元気100倍です、ね、呪いでもある部分じゃないですか、まあ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 、2人の約束にとってはそうかもしれませんね、はい、だから結構これから先がちょっと気になる、多少気になるかもしれない、ね、どうなるんだこの関係性っていう、前途多難なそうかもしれない、はい、さあここでちょっとお便りも来ておりますので、はい、紹介させてください、はい、賢者ネーム月持ちさんからいただきました、ありがとうございます。伊藤さん、河本さん、岡本さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。突然ですが、私はシノが大好きです。カフェに行ってメニューにレモンパイがあったら絶対頼んでしまうくらいにはシノにどっぷりハマっています。大きな釜を振り回して大活躍するかっこいいシノも、うん、ヒースクリフに褒められたり東のみんなにチヤホヤされてドヤ顔しているかわいいシノも、どちらもとても魅力的で目が離せません。小さい頃から一人で生き抜いてきたからか、大人みたいにしっかりしていて頼りになるのに、うん、時折すごく幼く見えるシノの複雑な性格をうまく演じておられる岡本さんはすごいなといつも思っています。毎回ディレクションとしっかり向き合いながら針の穴を通すような感じでございますみんなでみんなでキャラクターが作られてる、うん、みんなでキャラクター作られてるんですよ。だから本当に現場のおかげなんです、これは。そこで岡本さんに質問なので現場のおかげなので待って待って待って、シノを演じる上で意識しておられることなどあれば教えていただきたいです、はい、ということですね。あ、でもやっぱり成長過程というか成長中なんだなっていうのを随所に感じてまして、クールにやりすぎてもまた違ってたりしてて、で幼くやりすぎてもやっぱり違うっていう、このなんか取材を一緒にやった時にもこのバランス感覚っていう話に多分なった気がしてまして、なんでその塩梅どこまでやるかっていうのをその都度その都度相談しながらやってるというか、イメージ的には一回やって合ってますかっていう確認をしながらやってますね、お芝居してます。心の底のブレない部分はこうしっかりあるけど、このと なんだろう、その面倒事が起こったり事件が起こったりしたその時々、うんうんうん、瞬間瞬間は結構突っ走りがちだったりとか、なんかそういうのがあるので、確かにそこのいいバランスですよね。そうなんです、結構固めに喋ろうともしてて最初期とかは、でもそれが柔らかくなるところも時々あって、それがどこなんだっていうのが結構臨機応変に来るイメージで、ヒースだから来るってわけでもなく、なんかその気分とかその流れとかでもやっぱ今日は調子がいいとかいうか気分がいいんだろうなっていう時には結構砕けたりしていて、そこに多分人間味みたいな部分が、シノの人間味みたいなのが出るんだろうなって思いましたね。確かにその年齢感というかね、そうですね、微妙なお年頃のね、微妙な、なんで現場で作ってるんで皆さん岡本だけで作れてるわけじゃないです本当にありがたい話、最終的にはね声を引き込むけれども、けれども話があって、そう絵があって、もう本当にバランスを取っていただいて、周りのキャラクターもあってですか、僕もだってジングル今日声もちょっと低い感じですよこれでも毎回その取材とかイベントでも言ってますけど、毎回この調整していただいてるので、毎回喋っていやちょっと子供っぽいですねとか、ちょっと今日大人っぽいですねとか、毎回そのバランスを収録ごとに撮ってる感じなので、むしろヒースとシノはそのなんでしょう、不安、10代ならではの不安定さ的なものがやっぱ重要なのかもしれないですよね。確かに、落ち着きはもう絶対いらないっていう、もう落ち着いてる人たちだらけのこの世界なので、落ち着こうとしているっていう、なんかそれがちょっと背伸びしてるのがちょっと見えるぐらいがなんかいいのかなって感じはしますよね。可愛いになるのかもしれないですね。はい、はい、ではもう一通紹介しましょう。賢者ネームリンさんからいただきました、ありがとうございます。伊藤さん、河本さん、岡本さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく癒されながら魔法役をプレイしています、うん、私は魔法役を始めておよそ1年経ちました、うん、おじゃあ新しめの賢者かな、うん、私は高校2年生なのですが、新学期になって教室で魔法役の育成をやっていたら、うん、新しいクラスの子に魔法役やってるのと話しかけられ、会話が弾み、今ではお互いの推しを語り合える大好きな友達になりました。めっちゃいいね。いいな。あまり前に出れない性格なので、魔法役のおかげで楽しい1年のスタートを切れました、うん、これからも楽しく遊ばせていただきます、本当にありがとうございます。お素晴らしい。いいですね。推しは言わなかったんだね。言ってないです、ね、あ
誰なんだろう。ってことはここの3人のキャラクターではない。ない。ないのか。推しにさせてやっかんだ。いい、いいんだそれで。いいよ東、いいよ。ありがとうな。過ごしやすいよ。新学期になってこと、本当に4月になってことですよ、ね、確かに。うん、キンキンの話ですね。うわお、とてもいい話。いいな。なんか共通のこう趣味みたいなものからやっぱ友達になると思うんで、うん、どん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 その輪が広がっていったらさらに、うん、またもっと楽しくなりそうな気がしますね、うん、いいです ね、うんうん、ね、なんか僕も最近、あ、この人魔法役プレイしてるんだっていう方に会って、うんうん、であって、あ、同業者で、同業者で、あ、それも本当つい最近の話で、うん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 、だから僕に会った時に、あ、今日伊藤さんに会いたくなかったのにって言われたんですよ。俺なんかしたかなって。そして話を聞いてったら、今魔法役の内容がこうこうこうで、ファーストがこうこうこうだから、好きすぎるから今その声をやっている伊藤さんに会いたくなかったみたいな、うん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 、話が最近あって、やっぱ生態はちょっと一緒だ部分はあるから、ね、意識がね、そっちに向かうと難しいっすね。そうですね。まあでもなんかそのそっからのトークのおかげで今まで本当に知らなかったから、うんうんうん、なんか距離が縮まった気がして、あ、確かにこういうことってあるんだなって思いましたけどね。あ、確かに好きなものが一緒とか、なんか自分がやってるもの、共通点のものをこう好きって言ってくれると、それだけで縮まりますよね、うん、距離は。うん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 、うん。しかもまあストーリー、これね、魔法役もいくらでも考察がね進む話なんで、友達同士で話したらすっげえ盛り上がるんじゃないかなと思います。今後の展開とかね、予想し合ったりしてね、見たみたいな、カード出るたんびに、ね、あれ見たみたいな。待って待って、まだ言わない、まだまだまだ言ってない、まだそんな育ててないみたいな。そこから友情に今度は亀裂が入るから、そこはうまいことやって。はい、ということで皆様たくさんのお便りありがとうございました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。お当番パーソナリティへの質問、メッセージ、魔法役の感想など何でも送ってください。体を動かせ、そうすれば大抵のことはどうでもよくなる。運動しなれないって言うなら俺が付き合ってやるよ。ほら行くぞ。嫌なことを嫌だって思ってる時間がもったいないぜ。はい、シノのジングルをお聞きいただきました。はい、テーマは先ほどの通り、なんかシノのこのかっこよさというか、うん、男らしさが出てるなと思いますね。まあ、ゼがもうかっこいいぜ、うん、ね、もったいないぜって、ゼって言わない。言わない、ね、いや、まあ普通には言わないですね。言わない、言わない。このなんかリーダーシップというか、このこうバシってなんか決めてくれるところが確かにスッとしている、うんうんうん、こういうとこ好き。もう僕が優柔不断なんで、あーヒースがそう、なんかな、全然いい、どうしようってなった時に、うんうん、こうだよって、うんうん、俺はこう思うぞって言ってくれるのがすごい。シノはいいさすが、そこはシノ推し。ヒースにそう言ってもらえたらシノも嬉しいでしょうね、ほんと。俺はもうめちゃくちゃシノを、もうシノの、もうシノの思ってるあのヒース像があるじゃないですか、こうなってほしいみたいな、うんうんうん、理想がありまして、あれになれよヒースってマジで。そこまだ難しそう、なんか絶妙なバランス。僕の個人の河本の感情としてはもうシノともう一緒の意見ですから、頑張れみたいな。なるほど、応援しながらじゃあ芝居してくれてて、シノの気持ちがずっと分かって、でそうじゃないヒースを演じながら、うん、うーって思いながら心の中じゃうずうずしながらずっとおしまいですね。いいぞシノって思いながらそこでもなんか簡単に成長しちゃうとまたほら、うん、終わってしまうから ね確かに、うんうん、アイデンティティっぽくもあるから、こうシナリオ的な難しいところですね、うんうん、す生シノでした。はい、ありがとうございます。かっこいい、ありがとうございました。はい、それではここからは番組コーナーをお届けします。魔法師、こちらは魔法使いを推していくコーナー、略して魔法推しです。はい、つまり魔法使いの推しポイントを募集していきます、うん、それでは1つ目ですけれども、私が紹介します。はい、賢者ネーム、ヒースを守るシノを守りたいさんからいただきました。なるほど、はい、隊員募集中です。伊藤さん、河本さん、岡本さん、こんにちは。こんにちは。もうすぐ賢者歴1000日目になる志能市東の国探検者です。すごい、はい、岡本さんが初ゲストということで、いても立ってもいられずお便りさせていただきました。志能の魅力とファウストへの感謝をお伝えさせてください。感謝。1月に浅草で開催された魔法使いの約束、アワーマジカルパーティー with you に昼夜公演ともに参加させていただきました。ありがとうございます。何度も大笑いするくらい楽しいイベントありがとうございました。
うん、そこで岡本さんが、はい、篠に幸せになってほしいと言いながら、はい、かわいそうな篠が好きなんでしょう、魅力を感じてるんでしょう、ごめんごめん申し訳ないちょっと申し訳ないそこは言ったことうろ覚えですみませんって言ってますけど、いや言ってました、間違いないです、間違いません、すみません言いました、こんなことをおっしゃられており、身に覚えがありすぎて思わず舞台から目をそらしてしまいました、合ってたんだただ弁明させてください。あ、お願いします。私は苦しい中でも懸命に頑張れる、はい、強くてひたむきでかっこいい篠が大好きなのです。不幸な生い立ちだからこそ彼を応援し、うん、幸せになるまで見届けなくなってしまいます、うんうん、そして先日4月14日はそんな篠の誕生日でした、うん、4年目にしてついに前日の夜から誕生日を楽しみにしていたという篠のボイスを聞いて、うん、胸がいっぱいになりました、うんうんうん、誕生日なんてどうでもいいと言っていたあの篠が、うん、そんな篠にファウストが与えた影響は計り知れないものだと思います、うん、先生組の中ではダントツで若い身である中、うん、僕なんかと自分を卑下しながらも誰よりも先生らしく東の国をまとめてくれています、うん、推しを大事にしているファウストを推しとは少し違うのですがさらに大好きになりました、うんうんうん、魔法使い同士の関わり合いでキャラが深掘りされていく魔法使いの約束は本当に素晴らしい作品だと思います。死のファウスト先生の言う通り、もっと自分を大切にして幸せになってください。ヒースとずっと仲良くしてください。そしてファウスト先生、いつも死のを守り導いてくれてありがとうございます。これからも私の推しをよろしくお願いします。すごいメールだ。おや？思いが、そう、愛がやっぱり詰まっている文章からもうにじんでますね。これは。ありがとうございます。超対策メールでしたね。すごい。うん。これ多分。もう絞りに絞ってこの減らしてこれなんでしょうね、はい、もっとあるんでしょうね、もっとあります。結構スタッフさんが泣く泣く削ってるところがすいませんね、あるっす、3分の1くらい紹介できてないです。ありがたいわ、はい、もうなんかでもこの手紙でまあ今日いるこの3人のキャラクターの関係性は分かっていただけたんじゃないかなって、はい、関係性がいいゲームですからね、もっと、うん、そうですね、っていうのは、はい、しかもあと試練っていうのはね、うん、やっぱ乗り越えるためにあるんでね、うん、そうですね、それをねキャラクターたちが乗り越えていく姿をね、ぜひ今後も見てもらえたら嬉しいなとは思いますね、はい、確かに。そう、シノの誕生日を実はファウストが明らかにしたっていうエピソードもあったりとかして、そうか、こう不明だったところから、そうそうそう、ゲームの設定としては最初からあったけれども、うん、そのなんで誕生日を知ったかってエピソードはこう後から、うん、明らかに先生が明らかにしてくれたということですね。それまではヒースの誕生日に祝ってたと、うん、一緒に祝ってたところが、一緒に祝ってたという、それで本人的にもこの誕生日ってものにより意味が生まれたのかな、うん、それまではなんとなくそのヒースクリフと同じ日にお祝いをしていたんですけれども、うんうんうん、まあ、それもまあ嬉しくないことはもちろんないんでしょうけど、自分の中では自分のことでも嬉しいでしょうね、そう、うん、その100点満点のというかどこかわだかもやもやみたいなのがあったのかもしれないということで、うん、いやいいな、誕生日ボイスがね、星野が誕生日、うん、祝ってもらって嬉しいなって思ってるっていう感じることが感じてくれてることが嬉しい。それはわかる、すごい。なんか一コマ使いからちゃんと死のというコマ使いになった気がしますね、うん、だんだんこのいいよ別になんか生まれた日とか別にどうでもいいみたいな言いそうだけど、うんうん、そうやって祝ってくれる人がいるんだったら嬉しいなって思ってくれるのが何より嬉しいっていうこの気持ちはわかります ね、非常にわかりみが深いですね。素晴らしい。もうなんかもうこれだってちょっと最後の結婚式のさ親の手紙みたいなのをちょっと読んでる感じになってきちゃった。これからも私のだからこう東の国推しなんだよね皆さん結構ね。そうですね、今後のお便りも多分東の国推しなメールが届いてると思う、はいはい、ファミリーですからね。強い愛でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、賢者ネーム東の魔法使い血まみれになりがちさんからいただきました。怖い怖い怖い。伊藤さん、小物さん、岡本さん、こんにちは。こんにちは。いつも魔法役ラジオを楽しく拝聴しております。東の国の賢者としてはお三方が揃ってお話をしているというだけでとてもとても嬉しいです。ありがとうございます。感涙。さて魔法役を始めたきっかけは友人からの超絶大魔かっこダイレクトマーケティングだったのですが、はいはいはい、始める決め手になったのはファウスト先生のキャラ説明文と CV 伊藤健人の文字でした。おお、キャラ説明文と CV 伊藤健人。はい、そんなファウスト先生の一押しポイントですが、はい、丸一、人間嫌いだって言いながら行動が本編しかりイベントしかり人間を嫌いきれていないところ、うん、二、
何かをけなす時の語彙力がゼロなところ、うん、絶対育ちがいいのだろうということがわかります。〇〇はクソ。そうだね、かっこ笑い。そうなんだよな、頭よくけなさないっていう。そうなんだ。なんとかはクソだっつって。人をディスるというよりも人を褒めたりとか、このモチベーション上げる時の方が絶対饒舌になる。語彙力が上がる。そんなところもあると。で、丸さん、ギリがたいところ。うん、はい、この三つです。そしてですね、それからヒース君の一押しポイントですが、1、人見知りで引っ込み思案。だけどここぞという時はちゃんと主張ができるところ、はいはい、ストーリー冒頭でも賢者を必死に説得したところなど、うん、2、シノとはあくまでも友達として接したい気持ちが抑えきれないところ、うん、とてもいいですね。詳しくは本編ストーリーを読んでください。お願いします。3つ目、案外頑固なところの3つです。正直東は箱推しなのでネロとシノまで語りたい気持ちでいっぱいですが、ぐっとこらえてこれだけ言わせてください。語ってよ、語ってほしい。大切なものを取りこぼしがちな小さなおててと気を使い合いながら生きる東の魔法使いはみんな猫ちゃん可愛いね、幸せになってくれ。ありがとうございました。神目線のような最後一気におかしなことになったな。猫ちゃんになっちゃった。猫ちゃん、猫ちゃんぐらいの感じで見てくれてると。最終的にもキャラのかっこよさとかギャップにやられて最終的にはそうなってしまう。やっぱそういう可愛いところが多いですよね、東の国の人たちは。なんかこうみんなかっこつけてるけど、みんなっていうかなんかこうクールだけど、クールに見えがちだけど、そのなんか結構悩みが多い、ね、そう、なんか見える表面だけではないぞっていう、そこは共通してる。それをこう賢者目線で見てると、もう猫ちゃん。何猫ちゃん。猫ちゃん、あ、危ない危ないよ危ないよみたいな。何しても許してくれそうだね、じゃあね。そうそうそう、猫っぽいってこと。猫、そう、なんかそうほっとけない感じなんでしょうね、うん、猫ちゃんね。なんか距離感こう猫ちゃん、猫っぽい、うん、あ、こっちから近づくと離れるしみたいなところもある、ね、ワンちゃんみたいにすごいくっついては来ないけど気分屋みたいなとこあるけど、こっちが見てない時に寄ってくる、大丈夫そこ登って大丈夫みたいな。確かファウスト猫っぽいかも。ファウストはでもまあそれの最たるもんですね、うん、猫自分も好きだし。確かにシノは犬っぽいなって思ってたけど、なんかファウストで考えると確かに猫っぽいから、やっぱそういう風に見えるのかもしれない。トップがそうだから。確かにトップが猫だから。みんな猫ちゃん、うん、見えるかも。みんな猫になろう。もうそうですね、賢者も猫だ。賢者もみんな猫、みんな可愛いんだ。そう、みんな可愛い。はい、ということで今回の紹介はここまでです。いい愛がたくさん届きましたね今回。俺初めてこんなに、例えばあの作品のお便りで、うん、この長文を 何枚も見たの初めてかもしれない。ね、だってもうあのビビってます今。もうさ、非常にもうこんな物量のお手紙をくれる人ってもう紹介されるつもりで送ってないわけですよね。思いをとにかく本当にもうその場で読んでほしいみたいな書いてるんですよね。確かに。それがいい。すごい、なんかもう文字だけど伝わってきますよね。この喋ってる感じ、この熱量。これ実際に話したらすごいテンションで。これもなんかもう画像で見せたいもん、ね、見せたい。このこの密度2枚だからね、愛密度の2枚。すごい、ありがとうございます、はい、皆さん。ありがたいですね、本当にありがとうございます。よろしくお願いしま お願いします。以上、魔法師のコーナーでした。魔法使いの約束ラジオ、こちら魔法者談話室 in 東の国。続いてのコーナーはこちら、賢者のレシピ。はい、魔法薬のゲームで大事な機能が料理にちなんで、このコーナーではお題の料理の、皆さんなりのアレンジ方法を募集しています。現在募集していた料理は3つ、トースト、うどん、豆腐でした、はい、さあそれでは皆さんのアレンジレシピを紹介していきましょう。はい、全部混ぜなきゃいけないってこと。ごっちゃじゃない、びっくりした。それぞれですね、この3つはちょっと無理だよね、だってね、ヤバめな香りがするんで、ね、別々に。確かに、はい、別々ね。さあ賢者ネームゆきとさんからいただきました、ありがとうございます。
伊藤さん、河本さん、岡本さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しくマホラジオを拝聴させていただいております。東の国、会第1回のラジオでお二人のマホ役愛の熱いトークが聞けて、作品のファンとしてとても嬉しかったです。ニコニコしながら聞いてました。さて、トーストのレシピなのですが、私のお気に入りはたっぷりバターを塗ったトーストにキムチと海苔を乗せて食べることです。バターとキムチがとても合い、海苔がアクセントになってとても美味しいです。絶対うまい。先日は冷蔵庫の余った具材とキムチと海苔のホットサンドを作ってみました。めっちゃうまそう。とても美味しかったです。辛いのが苦手でなければぜひ一度試してみてくださいということで。いや、キムチってなんであんなうまいんだろうって思いますね、年々。うーん、バターですって。それやばい。その夜中の23時とかに食べたらもうたまらない。それ悪魔的なうまさですよね。もう背徳感というか、トーストでしょ。だってトーストにバターにキムチ海苔、いいですね。まずだってトーストにバターたっぷりがもううまいですからね。もう完成してて、そこにキムチ絶対うまい。で海苔でしょ。海苔完璧完璧。これなんかでもやろうとしたことないですね。僕もないかもしれない。キムチ海苔、しかもホットサンドいいな。ホットサンドすごいうまそう。ご飯とかもちじゃねえな。それご飯だとよくキムチは、合いそうですね。ちょっとやってみたいですね。いいですね。はい、美味しそうです。2つ目いきます、はい、賢者ネームフィガロ教官の教え子になりたいさんからいただきました。お、伊藤さん、河本さん、信彦さん、こんにちは。こんにちは。香港からの賢者です、香港ではピーナッツバターと練乳トーストはかなり有名ですが、お、そうなんだ。私のちょい足しレシピはここから練乳を少し減らし砂糖を少し足すことです。元のレシピにあるピーナッツバターと練乳の組み合わせはすでに天才です、練乳の甘さがピーナッツの香りを消化しますし、ピーナッツバターのしょっぱさが甘さを控えます。それに少し砂糖を入れたらサクサクな食感を体験できます。なるほど、砂糖がそこも兼ねてる。あ、トーストとまた違うサクサク感です。この4つで口の中が天国になったみたいです。カロリー的には地獄ですよかったら試してください。確かに。あ、美味しそう。美味しそう。美味しそう。だから手っ取り早くカロリー欲しい時に良さそう。砂糖のザクザク感はすごい今惹かれた。はい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 、はい、俺ピーナッツバター自体も好きだから俺も。うん。子供の頃スプーンにとって舐めてたから、ね。やばくない？単体で舐めてる人だったからちょっと何してんの信彦ってなる。うなるやつ怒られる。やめなさい、直接舐めるのはやめなさい。めちゃくちゃ好きだからな。美味しそう。甘い系かいいな。甘い系もいいっすね、はいはい、いい。香港ではそもそもピーナッツバター練乳トーストは結構メジャーなんですね。そうなんだ。そこからちょっと最初やってみてから、確かに一つアレンジしていくのも楽しそうな。徐々に分量 ね調節していって。美味しそうですね。美味しそう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、賢者ネーム、ザックさんからいただきました。ありがとうございます。伊藤さん、河本さん、岡本さん、こんにちは。こんにちは。私のおすすめレシピは豆腐トーストです。食パンにマヨネーズを塗って、その上に豆腐を潰したものを塗ってトースターで焼くものです、そのまま食べても美味しいですが、鰹節や海苔をまぶしたり、黒胡椒や小ネギに醤油をかけたりすると、おつまみに変わったりなど、その時の気分でさらにアレンジが効くのでおすすめです。はあ、豆腐を上に乗っける。これはザックさん飲みそうですねこれは飲む人お好きですね。あてかトーストに豆腐にネギにでマヨネーズもあるから、やっぱり どんな味なんだろう。中華っぽいのかな。あ、全然想像できないかも。マヨネーズでちょっと分かんなくなっちゃって、想像できない。でも確かに中華っぽいのかな。なんかこう、なんか豆腐をぐしゃぐしゃって潰して、ちょっとネギに醤油に、ね、豆腐に鰹節に海苔に胡椒とか小ネギって、もうなんか冷ややっこ的なあれじゃないですか醤油じゃなくてそこがマヨネーズになるっていう、まずそこがもうおつまみとしてはできてるじゃないですか、完璧な。そこに食パンとマヨネーズ、やろうとしたんですかね、自分でね。最初にこれどうやって見つけたんでしょうね、これね。別じゃなくて上にやってみようっていう、ね、例えば冷蔵庫見たら あるからやってみようみたいな、そういうことなのかな。食パンにマヨネーズはまずうまいっす。あ、これ間違いないですね。個人的にはからしマヨも好きっていう。はいはいはい、からしマヨいい。からしマヨ好き、いいっすね。大好き。何風、何料理なんだ、これ何料理なんだろうな。面白いな。どれも試してみたい、はい、やってみてください。感想も教えてください皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回の紹介はここまででございます。はい、さあ
なんか刺さったアレンジありました？でも全部やってみたいはやってみたいですけどね。でもキムチは家に常備してあるんで、ちょっとできるやれるなって思いましたね。なんかそのやばい背徳的な時間にこれ食いたいです全部。ああ確かに。やっぱ夜中食いたくてもうなんだろう、寝る前に食うともう、ね、もう信じられないぐらい、もうこの時間からやばいかなっていう時が一番美味しいっていう。昼よし食べようとはならんかもしれない。確かに。ならないかもしれない。夜だな。夜のこのちょっとテンション上がってる時がいいですね。うわこれ教えてもらったあのレシピちょっとやってみっかみたいな。分量間違えると若干悲惨なことになりそうな気もするが、確かに3枚ともいけそうですな。でもこれちょっとなんかチートデイ的なね、うん、今日やってやるぞっていう日に、どうなってもいいっていう日に食べたいですね。うん、食べたい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。以上賢者のレシピでした。中庭に君が可愛がっている猫が遊びに来ていたよ。それと今日のおやつは君の好物だそうだ。難しい顔をしていたが少しほどけたな。気に病むことがあったなら好きなことをして今日はゆっくり休むといい。はい、ということで先生、はい、優しい優しい、こんなに普通に優しい先生いいっすね。そう、ジングルは優しめのファウストサービス多めのファウストです。これは癒されますね。笑顔が見えましたね。片方の口角だけじゃなくちゃんと笑ってそうな。でもさっき言ってたやつだ。ふっと笑って鼻笑いで。ふって笑っちゃった。確かに確かに。何も書いてないのにふって笑っちゃった。いやいい、このストーリーとまたこの賢者様との距離感っていうところの差がいい。このギャップというかね。結構近づいてますからねみんなね。ありがとうございます、はい、本当にありがとうございます。ということでお送りしてきましたマホラジ、あっという間にエンディングとなってしまいました。さてここで魔法使いの約束からのお知らせです。アプリ内では4月27日木曜日まで洗濯復刻イベントが開催中です。ぜひご参加くださいね。引き続き4月が誕生日のオズとシノをお祝いして期間限定ガチャバースデーガチャエイプリルが開催中となりますので、ぜひ遊びにいらしてくださいね。これまでのエイプリルフールイベントをモチーフにしたグッズが新登場。4月24日よりコリーモア店舗にて販売を開始しております。大人気の等身アクリルスタンドや覚醒キャラのアイテムもご用意しております。詳細は公式サイトをご確認ください。キャストイベント第2弾魔法使いの約束アワーマジカルパーティーウィズユー、ようこそ魔法使いたちのサロンへのプレオーダー選考がただいま実施中です。抽選申し込みは5月7日日曜日23時59分まで行っております。申し込み方法やイベントの詳細はイベント特設サイトをご確認ください。さてマホラジでは賢者の皆さんからのメールをお待ちしています。お便りは番組ページの投稿フォームから送ってください、はい、直接メールで送る場合アドレスはまほやく@onsen.ag です。はい、ツイッターで感想をつぶやく際はハッシュタグマホラジをつけて一緒に盛り上がりましょう。そして次回の配信は2週間後5月9日火曜日、5月9日火曜日です。はい、ということで岡本さん、はい、いかがでしたか。いや、やっぱりこうお便り、賢者からの、賢者様からのお便りの厚さ、はい、これを感じられてよかったなと思いましたね今回、楽しかった。いや、もうまずこの東の国のみんなで、この東の国の人たちについて喋れるっていうことが確かに楽しい。あと一人杉山さんをじゃあ呼んで、今度はもう延々皆さんからの東の国推しの方からのお便りを紹介するみたいなのもいいですね。いいですね。もうその日はもう休日じゃ休日じゃ、さっきのトースト全部食べるんじゃ。いや、さっきから試してね、試して一枚ずつ試してって。はい、楽しかった。いや、楽しかったです。ありがとうございます。やっぱこうやって魔法役に関してのお話とかをこうみんなと共有できて、まあ、一歩一歩また収録の糧にもしていきたいなというふうに思いましたね。本当皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございます、ということでお時間が来てしまいました。お相手はファウスト役の伊藤健人とヒースクリフ役の甲本圭介と篠役の岡本信彦でした。バイバイ。